天海タイの歌を日本語にして歌う、はい、そうです、はい、カバーソングでそこからだんだんだんタイ人の中で有名になって今もう10万人超えました。おめでとうございます。ありがとうございます。最初はアジアの曲をたくさん聴いてたんです、はい、いろんな国のいろんな国の2人でなんか無事で聴いてた感じですか。そうです、はい、インドネシアの曲、フィリピンの曲、うんうん、タイの曲、ベトナムの曲、うん、で、その中で最初タイの曲が素敵だなと思った曲があって、うん、ちょっとこれをじゃあ日本語でカバーしてみよう。最初はタイ人の友達も誰もいなかったので、はいはい、自分で Google 翻訳を使ってミュージックビデオをもう何回も100回を見て多分こういう意味かなって思いながら全部書きました。最初アップしてから1週間ぐらいはなんもほとんど日本のファンの方が見てくれてるだけで、はいはい、300回とか再生、はいはいはい、まあそうだよねとか、うん、でそのある日起きた時に僕の携帯の Facebook のマークが80ぐらいになって、うんうんうん、でそれでメッセージ開いたらカクテルのファンの方があなたたちのカバーがカクテルのオフィシャル Facebook ページで紹介されてますよって、うん、僕ら本当だ、カクテルさんは本当にきっかけをもらったミュージシャンなので、うん、そうですね、はい、タイでワンマンライブすることが目標なので、はい、インパクトアリーナの、うん、ムアントンタニでライブすることが今目標です、はい、だーい、うん、でもこれ、まだどこでも言ってなかったです、うん、でもオリジナルはでも150ぐらいはあるので、ね、おぉ、見えてない。海外が初めてだったので、おお、タイが初めてのに、初めて、そのためにパスポート取りに行ったんで、はい、どうですか？僕はでも象のイメージでした、ね。だから街の中に普通に象とかいるような、現在は？いやもう大阪より大きかったです、バンコク。航空券だけ買って1週間行ったんですよ。うん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 、でそれで向こう行ってから荷物引っ張りながらどうするってこう。とにかく歩いてノープラン、ノープラン、マジです。宿もなかったんで、ほとんどその楽しかった記憶とかなし、まあ、とにかく行こうよ。で一応でもその時に YouTube とかも登録してくれてる方が8000人とかだったんで、うんうんうん、もしかしたら会いに来てくれる人いるかなって言って、はい、レンタルスペースを借りて、うん、ここに3時間います、うん、でその無料の CD プレゼントするので、うん、よければ来てくださいって言った時に、うん、3人来てくれたんです、うん、なんかこう僕たちを見てゆるってタイの人が言ってくれたのを見た時に、うん、あ、本当にタイの人が聞いてくれてたって思って、うん、嬉しいですよね。本当にそれは思いました、うん、いやだからでも最初はタクシーが、まあ、そうありますよね。それ大丈夫です、大丈夫です。みんな、私も騙されました。300、300、乗せてもくれないみたいな、うん、まあ、最初はそういうイメージが一番最初の時があったんで、うん、ちょっと怖いイメージが強かったですね、うんうんうん、最初は、ね、それを話します、うん、そうですね、自分たちがちょっとタイ語話せるようになってから、うん、タクシーの先生も乗せてくれるかな。外国人の怖いなプラチナムモールに買い物行って、うん、店員さんが売り物の服の上に、うん、なんかそばみたいなの、うん、食べて、いや、顔にあのピン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 、顔ペットミットのアロイ、ペットマークマイアロイ、マイアロイ。
ゆるだからできるような動画が作れたらなと思ってるので、もちろんプラス音楽をやっていきたいなと思ってます、はい、とこが頑張りましょう。インパクアリーナムトンハニーロイユルか今日どうもありがとうございました。ハーフンハーバイバーイ。มองดูให้กาเคาะเคาะไม่มาสักทีจะไปแล้วนะไม่รอแล้วโอเคตรงนี้ได้เลยมุมได้เลยห้าสี่สามสองแอคชั่นห้าสี่สามสองแอคชั่นห้าสี่สามสองแอคชั่นโอ้ยไปแล้วเว้ยระวังไปวิ่งมาวิ่งมาเดินไม่กระเซ็นมาずっと一途さ何か何か今